2023年5月の売上はさあいくらだったんでしょうか。過去最高を記録しております。こちらダウンジャケットを作っております。モンクレールとかが使ってるダウンのまだ2段階ぐらい上のやつを今使ってるんですよ。はい、本日はですねジャパンメディアの売上を発表していきたいなと思います。ということで5月分の売上ですね発表していきたいんですけども、もうとんでもない数字出ました。僕自身でももうちょっと考えてない数字出たんですけど、まあ、それを皆さんと一緒に見ていきたいなと思いますので、早速こちらにねズドンと出していきたいなと思います。ではですね先月の、早速売上を発表したいなと思います。2023年5月の売上はさあいくらだったんでしょうかということなんですけども、過去最高を記録しております。ちょっとこの間チラッと見たんですけどもね、明らかにもうグラフちゃいますもんね。これ1本だけ飛び出てるでって感じなんだけど、ポチッと押すとなんと1,750万9,290円という1500万超えをオーバーしました。本当に皆さんありがとうございます。これね毎月売上発表させてもらってるんですけど、よく視聴者さんから声きます、すごい売れてますねって言われるけど、僕自身もその感覚あんまりないんですよ。毎月この売上発表させてもらうときに、あ、ほんまいろんな方に買っていただいたんだなっていうふうに思いますし、1700万ってこれ1年間ちゃいますよ。1ヶ月ですよ。だからね、日割り計算したらなんぼ？だいたい56万円分ぐらい毎日売れ続けてるというのがね、先月やったんですけども、先月はここにあるように、フリースの新色がね、乾きやったんですって発表して、まあ、これの予約も受けたとかっていうところもあったりしたんですけど、アパレルでね、基本5月に最高売上記録するってあんまりないんですよ。基本は冬なんですよ。で、まあ今後、この動画でも言いますけど、ダウンジャケットを今ね、作ってるので、また冬は冬でね、すごい楽しみな商品あるんですけど、まあそれはそれでいいでしょう。一旦置いておきましょう。次はね、ランキング見ていきたいなと思います。ランキングはですね、僕はね絶対この今年中にトップ10入りたいなと思ってるんですよ。でそれがトップ10入れるかっていう感じなんですけど、うわー19位ということで、あと9ショップね上に行ってたっていうことで、今現時点で200万社あるんですよ。あの200万ショップあるんですけど、その中で200万分の19位まで上がってこれたというところになってますので、まあ、これはねほんまに皆さんのおかげです。っていうのも、へえ、所詮 YouTube がやってるなんかその辺のグッズやろうと思ってくださってる方も結構多いみたいで、実際レビュー来たんですよ。ここにねレビュー出てますけどもね、はじめまして、数ヶ月前にボディバッグ台を購入させていただきました。愛用してます。きっかけは YouTube に上がってきて、同世代の拓造さんが、へえこいつ頑張ってんな、買うてやろかぐらいの気持ちで購入させていただいたんですが、普段バッグ等持たないタイプなんですけど、非常に品質が良くて気に入ってます。そんな拓造さんが作ってる短パンが気になり購入しようと思ってるんですがっていう、まあ相談、サイズの相談いただいたんですけど、へえこいつ頑張ってんなぐらいな感じで最初は買っていただける方が結構多くて、まあグッズやろみたいな感じの思いみたいなんですけど、実際まあ手に取ってもらったら分かるんですけど、僕各専門の工場で全員プロのところに依頼してるから、一社で全部作ってるじゃなくて、サングラスはここまで走っていくし、福井まで行くし、フレースはフリースで縫製工場が岐阜にあるので岐阜に行くし、デニムはデニムで岡山まで行くしって、全部プロのところでしかやってないので、それは品質いいんですよね。だからこれは僕がすごいんじゃなくて、いつも言ってますけど工場さんによって作っていただいてるっていうことなんで、今まで総合1億2億とか3億ぐらい売れてると思うんですけど、1回も品質で文句言われたことはないんですよ。レビューとかでもそうですし、お客様から品質が悪いっていうお声1回もいただいたことないので、まあそれは僕のおかげじゃなくて工場さんのおかげというところになっておりますので、まあその辺はね、まあ、僕自身もあの安心してるところではあるんですけど、まあそういったこれで、まあ、1700万まで行きましたと。本当に皆さんのおかげなんでね、本当 ありがとうございます。ほんまに僕は好きな服作ってるだけなんですよ。毎回毎回自分が着たい服を作って、まあ、サングラスもだけど自分がかけたいものを作ってるだけなんやけど、まあ、それを好きとかそれが欲しいって言ってくださってる方がいらっしゃるっていうのが、ほんまに、まあ、ブランド運営に尽きるというかね、身寄りに尽きるというか、本当嬉しいなと思ってますのでありがとうございます。で、まあ実際皆さんからいただいたお声とかっていうのをね、紹介していきたいなと思います。まずアンクレットから、これからの時期ショートパンツとか履く時とかに、いいなと思ってポップアップの時にネックレス購入させていただいたんで、今回はアンクレットを購入させていただきましたと。で、実はネックレスもアンクレットも仕事中見えないのでずっとつけてますっていうことなんでね、まあ気に入っていただけて嬉しいなと思います。まあ、スーツの中からチラッとネックレス見たらチャラいけどね。まあそれも、まあ、バレてなかったら OK かなと思います。次もアクセサリー、主人がどうしても欲しいってことで25センチペアで購入しましたと。素早い対応でありがとうございましたっていう風に言っていただいて、私は足首が太いのもあり、主人より少し下の方に下がった感じで色っぽいかもと思いましたということで、いい商品ありがとうございます、喜んでいただきました。で次ね、このショーツ、ショーツはね他のレビューの方もある通り、まあ、質感とか軽さとか見た目のシンプルな感じ、使い勝手良さそうですって言っていただいて、基本的にはねノースフェイスのバーサタイルショーツと同じか、もしくは心配な方はもう一個上でもいいかなと思いますけども、バギーズショーツで言うたら2個上
普段 S 履いてんだったら L でいいかなとか、ともすればもう一個上でもいいかなって感じなんで、それぐらいでイメージしてもらったらいいかなと思います。本日商品届きました。これで購入4回目ですか。いつも丁寧な梱包ありがとうございますということで、喜んでいただいて嬉しいです。それ以外にはショーツ、嫁蔵さん、早い発送、丁寧な梱包ありがとうございますということで、嫁蔵が発送してるのをね、皆さんに知っていただいてみたいで本当嬉しいです。ありがとうございます。次はね、紙ロングお願いしますって答えたんで、来年ねちょっと作ってみようかなと、そういうお声多かったっていうか、ちょこちょこありましたんで、このショーツバージョンじゃなくてもうちょっと2センチぐらい長めのタイプ、まあロングっていうのか分からんけども、紙ショーツミドルみたいな、ミッドっていう名前なんかちょっと分からへんけども、まあちょっと長めはね、長めで作ってみようかなと思いましたので、またそれも楽しみにしておいてください。で、他にも紙ショーツのやつね、何個かパンパンと、まあ、着ててね、まあ、個人的には1万3000円でこの椅子なら安いと思いましたっていうお声いただいたりとか、嫁の顔が笑ってへんけども、コスパがいいことを証明し、嫁の顔の笑顔を取り戻しますって言ってくれたり、まあ、ネックレスはね、いつも通りあのネックレスも欲しくなって、この方ブレスレット経由で始まって次ネックレスっていうことだったんだけど、両方大満足ですとかね、まあ、ボディバッグとか、そういうところのレビューをね、皆さんからいただきました。本当ありがとうございます。で、ボディバッグとかやったらね、ちょこちょこいただくのが、僕今ね経年変化出していこうと思ってね、今ブラウン使ってるんですよ。で、今まで一番最初はね、このブラック、もうこのテカテカのヤバヤバになるまで使ってて、1年ぐらい使って、その後キャメル使っとったんですよ。で、これも同じくこのテカテカになってるでしょ、ヤバヤバのテカテカになって、まだブラウンは使い出してね1週間ぐらいからちょっと硬いんですよ。で、これをね、普段僕イベントとかした時に見本ですみたいな、タクゾーの私物こんな感じですって言ってこれ出してるんやけども、ブラウンがないなと思ったんで今ブラウン育ててるんですけど、スマホ大きい方はね基本ここにあんま入りにくいので、大サイズは入るんですけど、この通常サイズの方はね、スマホ大きい方はねちょっと中に入れやなかんっていうか、このファスナー開けて中に入れやなかんので、ちょっとよく質問いただいてますので、そのお話をねさせていただきました。でね、なんと言ってもね、今作ってるのコラム読んでる方がご存知ですけども、こちらダウンジャケットを作っております。で、ダウンジャケットがなんとあの900フィルパワー、しかもハンガリーの900フィルパワー、まあ要はモンクレールとかが使ってるダウンのまだ2段階ぐらい上のやつを今使ってるんですよ。で、それでサンプル作ったりとかしてるんですけど、はっきり言うとタブランドと競争する意識すらないです。もう完全に頭1つ2つ3つ飛び抜けたろうと思ってね、作っておりますので、またそれも楽しみにしていただければなと思います。しっかり輸入のフェアトレードしてますとかっていうタグとかもつけようと思ってるし、ちゃんとポーランドから、その奴隷労働とかなしにきっちりしたルートを通って日本に送られてきてますっていうタグもつけようと思ってるので、それね、また楽しみにしていただければなと思います。まあ、ブラックはね出すんですけど、他にもちょっと色違い何個か作ろうかなと思ってますし、あともっと言うなら900フィルパワーももしかしたら超える可能性ありということなんで、もう何パワーになるか分かりませんけど、楽しみにしておいてほしいなとかいうのと、まあ、そこでねコラムとかブログで基本的には更新してるので、ジャパンメディアのブログの方を見てもらってもいいし、ジャパンメディアの公式ホームページのコラムを読んでもらってもいいんですけど、それはね下の説明欄に載ってるので、興味ある方は見ていただければなと思いますっていうのと、またサングラスも今月から出たかな、まあ、出てると思いますので、楽しみに見ていただければなと思います。ちなみに今回カタログ変えてますけど、このカタログ一番高い紙でいい紙質で作ってますので、これよりも高い冊子じゃありません。で、一番高いので作りたいということで、僕のメッセージ、手書きメッセージもこの後ろに書かせていただいてるんですけど、今度はご購入ありがとうございましたみたいなのは、これも僕の直筆なんですけど、中は今回のテーマとしては、まあ、カタログっていうのをね、テーマに一個一個作らせていただいておりますので、まあ、これもね見ていただければなぁなんていうふうには思います。はい、ということでね、まあ、皆さんにとってはまた YouTuber がやってるわぐらいな感じだと思うんですけど、まあ、僕としてはね、これでいろんな工場さんがね助かったとか、ほんまにまさかこんなに発注いただけるなんて思いませんでしたって言ってこう喜んでいただいてるので、僕としてはまあなんて誰になんて言われようがね、まあ、このまま自分の作りたいものを作り続けて、そしてまあ皆さんに喜んでいただければいいなっていうのをね続けたいなと思っておりますので、本日がね2023年の売上発表の、過去最高を記録したという動画になっておりますということで、まあ、これ毎月発表してるけど嘘偽り全くないですから、いつ100万切るかなとか、いつ売上ガクンと下がるかって分からへんけども、下がったら下がったでまた出します。それそれで面白いからね、やっていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで本日はですね、売上を発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。